株式会社アボカド MKVC デモ動画会社プロモーション映像のブースに来ております。ゼネラルマネージャーの高橋さん、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、こちらプロモーション映像となっており、はい、このブースがかなり真っ暗なんですが、はい、ですね、おやおや、ちょっと、いろいろですね、ちょっと準備が、そうですね、滞ってしまいまして、なんと、はい、はい、そうですね、あまりこう、ま、間に合わずっていう、致し方なイベントならではですね、はい、実際はどのようなものを展示しようと思ってたんですか。はい、ですね、ちょっと待ってお待ちいただけますかね。はい、ですね、ちょっと巻き戻したいんですけども、うんうん、ですね、主にこの、はい、お絵かきしていますね。の2人同時プレイの、VR 空間上でのお絵かき、コンテンツを出展しようと思っていたんですけども、はい、はい、そうですね、ちょっとすごいですね、同時に一緒にお絵かきできるんですね。そうですね、これはもう日本で作られてるんですか。はい、そうです、はい。なるほど、これは HTC Vive ので遊べるっていう、そうです、そうです、はい、すごいですね、もう実装されてるんでしょうか。はい、そうですね、はい、おー、これは機能的にすごいところとかこだわったポイントはありますか。そうですね、やっぱり2人で同時プレイできるっていうのが、うん、はい、売りですね。はい、ちょっともう一度戻したいんですけども、同時というのはじゃあやっぱ VR 空間の中で、はい、現実だと離れたところでも大丈夫、ネットワークが、はい、必要なので、はい、なるほど、はい、そこまで離れたら無理なんです、無理だと思うんですけど、はい、はい、でも一緒にお絵かきが楽しめるんですね。そうですね、同じ空間上でできるっていうのが強みですね。はい、ここに落ちてるのは筆ですか。あ、そうです、そうです、自分で拾って、はい、こう操作して、はい、面白そう。そうですね、ちょっと間に合えばよかったんですけど申し訳ないです、はい、あ、でももうこれ自体はリリースされてるんですよね。はい、はい、もうできる、はい、状態ではあります。はい、はい、今後これはどういったところでの使用を想定して使われたんですか。ですね、それに関してはまだちょっと、はい、みんなで楽しめるように、そうですね、はい、はい、というところです。はい、あ、わかりました、はい、まあ、お絵かきだからわかりやすいですもんね。そうですね、はい、はい、それでちょっとまあちょっと遊びながらという、なんかそうですね、ゲーム性はちょっと点数とかそういうのはないんですけども、はい、はい、みんなで楽しもうかという、はい、うん、ところです。そうですね、いろんな方がこう直感的に楽しめそうですね。あ、そうですね、はい、はい、高橋さんありがとうございました。 ありがとうございます。